コルグの今泉大輝です。今日はキータの新しいモデル RK100S2 を紹介します。色が新しくなりまして、木目の美しいレッドとブラックの2種類があります。音色は200音色搭載していますけれども、前のモデルに比べて全体的に刷新されています。音色はこちらで切り替えます。で、この200音色の中から自分の気に入った音色をフェイバリットに登録することができます。合計で5バンク搭載しています。コントロール類を紹介します。こちらにオクターブアップダウンキーがあります。これにより幅広い音域をカバーできます。で、特徴的にはですね、このショートリボンとロングリボン両方ありますけれども、まずショートリボンの方、こちらはこういった音色の変化であるとか、もう一つ機能がありまして、このショートリボンキーを押すと、それでピッチの変更なんかもできるようになっています。二つの機能を持ってますね。ロングリボンの使い方というのは、例えばこちらで弾いた後にピッチボタンをキープすると、このようにピッチが変わります。ここにフィルターってありますけれども、フィルター効果のみならず、いろいろなモジュレーション効果なんかをこちらでコントロールすることができます。あと、ロングリボンのもう一つの使い方としては、鍵盤を引かずに直接タッチすることで、このようにスケールの演奏ができるようになっています。で、このスケールの種類であるとか、今まで紹介したコントロールのアサインの変更などというのは、付属のソフトウェアで自由にすることができます。あと、アルペジエーターも搭載しています。アルペジエーターオン。タップテンポで、テンポへの通知順も自由に設定することができます。
District Keeper.